何してんの前ずっとさっきから。携帯探してるんです。なんで携帯なくすの？携帯を探してるんです。いつもなくしてない？1日1回はなくす。キモで、いつも iPhone の横のカチっていうのをやっちゃってるから、うん、ミュートっていう、ミュートね。マナーモードね。電話かけてもらっても探せないんです。お前さ、鼻いじるのやめて。今はあえて鼻と呼ぶけど、キに起動してみたら、ヘイシリー、俺のパソコンになったわ。ヤノリエマの iPhone を探して。何？はい、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 お前いつもそこに置いとるやん。ないとき大体いつもそこやん、お前。気持ち悪い。ないここにあるの。うん。お前のだろ。おい。いつもさ。まず最初にそこ探せば一発なのに。ごめんなさい。うん。本当に騒がせしちゃうわ。なんで俺が謝ってんの。今とんでもない会話が行われたな。うん。俺らのフォントにあるやん、うん、俺らが作った、絶対に俺らが作ったね。検索したらハンドルネームフォントにとかしてる、うん、おっさんもいるしさ、登録されてないんだ。登録されてないし、皆さん、フォントにがネットスラングになりました。え？やったー。いや待って、フォントに、本当にで使今使っちゃったけど、2月23日ね、本当に。本当にのデビューがね、2018年2月23日。で、ツイッターでね、探せんのよ、期間を。うん、いつ滑れてるか。あるじゃん。アンティルで、その日付を選ぶと、うん、それまでにつぶやかれたワードが出てくる。うん、で、いきますよ。うん、本当に、アンティル。俺らが生み出したっていう証拠が欲しいから、うん、今ツイッターで2018年2月23日に公開したので22日までのフォントニを検索したいと思います、うん、はい、で、アンティル2月22日どうぞ。うん、これわけないよな。ない。ないよな。ない。だから俺らが作ったんだもんな。で、本当にってやると。そんないっぱいあんの？わお。本当に？うん、本当に。本当に。ほぼ毎日使われてんの。ほぼ毎日使われてんの。これなんか、サムライショウさんっていう YouTuber の方がいて、以前 DM で、うん、突然すみません、うん、僕あの自分の動画で、うん、フォントにっていうのをよく使ってるんですけれども、何気なく使ったらなんかファンが喜んじゃって、本当は六面ステーションさんが作った言葉なのに、うん、あのずっと使っちゃってました、すみませんみたいな、わざと丁寧に言ってくれたの。その人の影響もあるのかもしれないな。なるほど、うん、俺たちのフォントにだからな。広めてくれてありがとう。嬉しいことですね。嬉しいね。うん、ね、これは俺らの本当にだよな。特許取る？取るか。だってないんだもん。もそれまでは、ね、確かに単語が。ね。これが二人が作ったんだもんな。出たよ出たよ。はい、もういいです。やめまーす。俺らが作った。絶対に。はい、シモディです。今ですね、あの洗濯物をしてまして。あの押し入れからあのハンガーを出したんですよ。ハンガーを出したらあの後ろからバターンっていう音が聞こえまして、わかります？押し入れの扉が倒れてきました。あるこのパイプ椅子にさ刺さってんのよ。無傷ならいいよ、無傷なら。うち賃貸ですから絶対に傷はつけられないね。無傷ならいい。めくりますよ、めくりまーす。
頼む、無傷であれ。頼む。えい。はい、終わったー。やっちまった。へこんでるわ。見事に。見事にへこんでるわ。今この動画をプレミア公開で見ていらっしゃる方々へお願いがあります。直したいです。スパチャください。本日はお日頃も終わり中お集まりいただき申し訳ございません。 1.5 億がございまして、5月18日メイドの動画を投稿したじゃないですか、うん、アナリティクスをね見てたんですよ、 YouTube の。でね、なんとあの動画を出したおかげで、うん、チャンネル登録者が、うん、131人減りました。すいませんでした。すいませんでした。なんか恨みでもある俺らに。ないです。遠のいたな。散髪。せめて再生数つけばいいよ。いいけどさ、ここ10本の中でワーストじゃなかった。返す言葉もございません。私からは、まあ、あれそもそも収益化できてないから。そうだ。何もしない方が良かった。珍しい。収益化もしてなくてチャンネル登録者数が減る、うん、何もしない方が良かった。時間取られただけ。僕もねちょっとお話ししなければならないことがありまして。何ですか、はい、この前実家に戻ったんですよ、うん、横浜へ、うん、でですよ、はい、まあ、実家に向かう途中にコンビニに寄ったの、まあ、コンビニ入ったら、うん、いきなり背が180ぐらいあるヤンキーに、これは2メーターある。180あるヤンキーに痴漢されました。やばい。本当に本当に急にバッて胸揉まれて、え、待って待って、え、知らん人でしょ。知らん人。山田こと知ってる人。知らん人。え？で急に揉まれて、うん、もう頭真っ白になるけど、うん、隣の人がすごい焦ってたの、うん、もうやめろよって、うん、でその痴漢してきた男が急に、あれ男だよねって焦り出して、危なっ。やばいやつ、やばいやつ見て暮らしたの。え、男なら予想しても触っていいってなんか知らん人でもその人。メイド来た男がいたから、うん、もう手が出ちゃったので、ね、その映像なんとかコンビニからもらえないかな。絶対撮られてるわけじゃん、ね、普通に犯罪だもんねその子。あとどうせ中身が女の子だったらどうすんのって話ね、うん、怖かったもん普通に。嫌だね。まあ、良くないことは良くない。たとえ目の前に俺みたいな変な人いても、うん、普通に手出すのは違うだろう。まあ、6面だったから良かったっていうのもあるね。まあ、それちょっと資料が足りないよね。しかもね、相手がどう思うんだろう、うん、そういう資料が足りないよね、本当に。善悪の判断が、うん、できない人にはなりたくないですね。